はい、今日は、どういう風にやっていくかというと、今ブリーチを実際3回自分でやられてて、4回目は美容室でやって、アッシュグレーにしたかったんですが、サロンでやったら緑色になってしまったっていうような結果で、今黒染めしてます。全くちょっと履歴が見えないので、表面はソーダカラーで、理想はちょっとそのアッシュバイオレットっぽい、ちょっとグレージュっぽいのをイメージされてるんですけど、で中がインナーカラーで真っ白みたいな感じが希望なんですが、ブリーチ1回でできる分しかちょっと僕はやらないので、中はしっかり抜けるように頑張ってみて、表面の方をアッシュグレーで、アッシュグレーじゃない、表面の方はソーダカラーで、バイオレット系のアッシュでちょっとやってみてですね、今入ってる黒染めの色を抜きながら、色を一回ワンプロセスでちょっとやりながら、同時進行で下をブリーチしていきます。でシャンプー台で表面の、アッシュ、これを乳化することによって毛先の方に入ると思うんで、シャンプー台で、そこで毛先に色を入れていきたいと思うので、基本ワンプロセスでやっていきたいと思います。なので表面の、ソーダカラーのカラー剤をこっちのネープの方のブリーチしたところに、乳化で入れていくような感じなんで、基本ワンプロセスでやりたいなと思います。ちょっと難しい感じになってしまうので、僕もちょっとどこまでできるかっていうのを実際やってみないとわからないので、まあ時短ということで1時間ぐらいでまあそれをやって、ちょっとカットしてできればいいかなと思います。まあこのメニューができれば1時間半ぐらいでカットと、インナーカラーブリーチとカラーが1時間半ちょっとぐらいでできると思うので、まあとりあえず1時間ぐらいでちょっとやってみようかなと思います。はい、でただカットは30分ぐらいかなと思います。です、ね、でちょっとね軽く、まあちょっとなんか軽くしてって感じですね。で前髪はどうですか。あ、前髪はもうなんかすぐ伸びるんでポツンっていいかなって。あー、ちょっとじゃあ重い方がいい、それとも隙間空いてる方がいいですか。あー、重い方かな。重くてもこう軽い方がいい。はい、ちょっとこうなんか、はい、その方が可愛いかもしれないですね。はい、いってみます。はい、これからですね、黒染めブリーチ3回した上に黒染めしてる、ブリーチ4回か、その上に黒染めしてるのに、ソーダカラーで、ソーダカラーは何が違うかっていうと、カラーを、そうですね、はい、中に入ってる染料をちょっと綺麗にしてあげながら、さらに違う色を一回綺麗に掃除してから色を入れるみたいな感じです。で、ワンプロセスで、まあ、通常ブリーチして色抜いてからもう一回色を入れるっていう感じなんですけど、まあ、ブリーチまでのパワーはないですけれども、1回でお掃除してそれから色を入れるっていうのをワンプロセスでやるのがソーダカラーになります。でソーダカラーの方で、まずこのトップの方をインナーカラー以外のところをちょっとやっていきます。で怖いのは8月に染めてるんで、今、12月ですからここが多分すごい明るくなりやすいんで、根元は指3本分は開けないと危険かなという感じです。多分ここだけ明るくなっちゃう気がするんで、でまずインナーカラーの方から入れていくんですけど、インナーカラーも真っ白くしたいということだったんで、通常のブリーチだとちょっと難しいので、で、これブリーチコームなんですけど、このコームで塗ると仕事が早い。結構ブリーチもめんどくさいなとか、ちょっと大変だなと思ってたんですけど、このコーム使ってからは全然普通のカラー並みにブリーチを全然やってます。根元をぼかすのが綺麗にぼかせるので、ここブリーチするよりはね、もともと色がもうブリーチされているはずなので、いろいろ実験したんですけど、ちょっと一回様子見て、時間を置いてみたんですけど、ブリーチ、はい、今ですね、流している状態なんですけれども、
あと耳後ろがちょっと重いかなっていうんで、ここだけ若干あの R2 を若干深めに入れてあげるぐらいですかね。で少し浮遊感が出て